今日はキャッシュについてお話ししますの巻はい。キャッシュが JCB とアメックスに対応すると発表されていたんですけど、7月5日にアメックスに対応しました。JCB は6月28日から対応しています。このことについてはこちらの動画で説明しています。今回アメックスにも正式に対応したということで動画を撮っています。今回の対応により、 アメックスのカードの修行や支払い実績を作るために使えそうかなと思います。例えば年間で1回支払ったら翌年度の年会費無料といったカードがあります。そのカードの支払い実績を作るためにキャッシュにチャージするっていう使い方もできますよね。キャッシュなら複数クレジットカードを登録できて、しかも100円からチャージができます。まさに修行や支払い実績を作りたい人にはぴったりかと思います。 アメックスからキャッシュにチャージした時のポイント還元率が判明しました。還元率0.5%です。以前はこちらのページには書かれてなかったんですけど、アメックス対応に合わせてこちらにキャッシュが追加されていました。aupay とかと同じくチャージで利用すると還元率は半減して0.5%になります。 これはちょっと残念なんですけど、アメックスにはこういうルールがありますので、チャージで使おうと思っている人は覚えておいてください。今回の対応は嬉しい人結構いるんじゃないかなと思います。僕は今後キャンペーンとかでいい使い方があれば利用しようと思います。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。確かに修行や 年会費一回だけ使ったら翌年度無料といったものに使いやすそうですね。そうですね。キャッシュにクレジットカードを事前に登録しておいて、まあなんかリマインダーとかで通知してもらって、通知が来たらキャッシュからチャージする。といった使い方をしたらね、いいんじゃないですかね。はい。というわけで、浜ゆっこと秀<行>、ひでゆきがお送りしました。ためになった楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。 チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー,バイ,ーイバイバーイバイバイ